い。みなさんこんにちは。こんにちは。今日は今日どこ来てるんですか。今日はこれパートナーリンクスコーナーステイでレッスンしてます。今レッスンをしてる打ってる方は何人聞こえではいないんですけど、近藤さんっていう生徒さんで、まだ始めたばっかなんですよ。大体どれくらいなんですか。彼女の場合は月に2回、はい、で、11月から始めてます。で、これちょっと見てもらうと分かるように年季の入ったクラブです。今見ますこのクラブ。多分これ私学生の時にやってた時にあったクラブ。本間さん学生の時ほとんど選手みんな本間さん使ってた、はい、でこれお母様からいただいたそうなんですけれども、はい、近藤さん、近藤さん、近藤さん見て見て、はい、このクラブの訳も分からずいただいたものを使ってるって感じですよね、はい、だからもういっぱい、今もう4鉄なんか使わないですよ。それもレディースででかと思いきやジュニアのクラブかと思いきやジュニアのドライバーもうね、なんかね、わかります、この大きさ、この大きさ。私の顔を比較したら余計ちっちゃく見えればこれ昔これが当たり前だったんですよね。この大きさが4番ウッドぐらいですよね。3番とかそれくらいですよね。そうね、今の3番ウッドぐらいかな。すごいちっちゃいですよ。うん、これが昔ドライバーだったんですよ。でもこれ与えられたらこれって思いますよね、はいはい、だってさ、ジュニアとこんだけ違うのよ。こっちジュニア、うん、こっちドライバー、うん、すごいですよね。歴史を感じるっていうね。ちょっと今度このクラブをお父さんにお借りして安楽さんにこれでラウンドしてもらうっていう、はい、得意なやつね、得意なやつね。そうそうそう、昔のクラブでやってみようね。でもね、ダメなのよ。あなたさん何使ってもちゃんと回ってきちゃうから。そうなんですよね。だから極端に短いやつとか、うんうん、もうヘッドがないようなやつとかじゃないと。でもこれキッズだから、これ飛ばすのよ。これね。飛ばすのよ、それでも。行っちゃうのよ、あなたさんは。でも多分近藤さんの場合キッズって言われても、あ、そうなんだ、うん、みたいな。で、先週、メイナンカントリーショートコースでラウンドレッスンしてきたんですよ。そしたらなんと近藤さん8番ホールでアプローチ忘れてきました。ホールインワンとかじゃないですね。これも誰もが一回は経験することなので、うん、まあ洗礼を受けたってことで、お上がった後にどうしようどうしよう、クラブがないどうしよう、後ろの組子を待っててありましたかないです、どうしようどうしようってもうずっと言って、大丈夫、絶対出てくるから大丈夫っていうね。大変でしたね、はい、あの日もね。出てきました。なかなか出てきました、ね。はい、出てきました。はい。よかったです。近藤さん、アプローチに使われてるんですか、はい、あのね、私も初めましてのクラブで、はい、サメが書いてあった。サメ、どれですか。ここにはないです。まだゴルフ場取りに行ってないです。ゴルフ場に行って次のラウンドレスの時に取りに行こうかと思ってます。サメが書いてある。サメが書いてある。サメが書いてある。ジュニアのかな、ジュニアじゃないのかな、わかんない。でもね、シャフトはスチールだったんだよね。すごいですよね、本間のこのクラブってね。本当に昔使われてた体ちが本当に主流だったのかなって思 う, う, うちょっと高級なクラブって。そうなんだ、本間さんのクラブはね、100万とかありましたからね、はい、アイアンセットで、はい、本当にすごい高いクラブだと思います。で、なんと先週先々週でここでレッスンしたときに、はい、こちらのゴルフパートナーさんで買っちゃいました、パター、はい、パターを買ったんですか、はい、なぜならちなみにどのパター買ったんですか、なぜなら、はい、彼女のセットにはパターがなかったか。先生、いるんですか。びっくりよ。すみません。あ、いいじゃないですか、いいですよ。これ、ね、選んだ理由が、はい、大事条件、安い、はい、次、マレット、はい、以上やっぱ安いっていうのはね、そう一番、そうなの、最初の段階ではね、そうなの、どんだけ安くゴルフクラブを買って、うん、どんだけ楽しく回るかっていうのが一番ですよね。そう
で自分で好みが出てきたら選べばいいし、うん、もう最初は何でもいいの、うんうん、じゃあこれ使ってないわもうびっくりよ私そうなんだそんな本当に懐かしかったわでねこれもう本当に使わないから分かるけどもグリップがねすごいツルッツルなのよこれねスチールですかステンレスですかっていうぐらいツルツルだからもう使うクラブだからグリップを変えてって言って変えてもらいましたはい、はい、変えてもらいましたゴルフパートナーでいろいろやってもらったんですか、うん、そうですねやりました変えましたはい快適ねはい、はい、じゃあ快適なショットを見せてくださいなお願いします。あら、ちょっと、ちょっといつもよりいいじゃない、いつもよりいったいつもよりいい、これ本番に強いかなあら、前行ってるわよ実質今日4回目あれそう、あれが普通だからね、うんうん、いいのよ。頭が速いとやっぱああいうのが出るから、はい、もっとゆっくり下に落としてくるのゆっくりゆっくり、うん、はい、うん、うわお、あ、いい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 よいいよ、まあ、とにかく前にこの間もさ行って分かったけど超でも何でも前に行けば行けるから、うんうん、全然気にしなくて、うん、うん、はい、いやっほらバッチリじゃない、いった気持ちいい、気持ちいいね、うん、軽い、そうよそうそう、そういうのが増えてくるから、そう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 、いいのいいのいいの、これ3回ぐらい打っていけばグリーンまで行くから大丈夫大丈夫何ですか、あ、見せちゃったこちら、ね、こちら、はい、高級そうな感じで、ね、ごめんなさい、あったかそうなね、ボアのついたやつ、はい、こちら、はい、今ならなんと、はい、じゃなくて、はい、ね、あの初心者の方多分多いと思うんですけど練習場に普通にこの靴で練習されてる方って少なくないと思うんです、教えてくれる人がいなかったら、その通りです、え、ダメなんですか、いいんだよ、いいけど靴ボロボロになっちゃうじゃん、靴の問題、そうだし打ちにくくない、滑りも、うんうんうん、だからあそっか、スパイクを持ってきたりスニーカーできたりとかっていうのはいいかもね、うんうん、はい、全然、うん、おしゃべりな近藤さんです、はい、あれあ、散っちゃった、そう、見ちゃうから、あ、ボール、こうやって見ちゃうから、うん、振ったら見る、振ったら見る、うん、あ、いいじゃんいいじゃん、それぐらいでいいよ、うん、でもね一個気がついた、はい、頭残していったらこうやって手だけがいってた、え、でも見てる、見てるよ、見てるけど体動くよね、うん、体動くよね、うん、私は、ああ、だから一生懸命手が頑張ってるから、うんうん、ちょっともうちょっと普通にまっすぐ立ってこうブラーンブラーンってした方がいい、ブラーンブラーンってして、そう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 、ブラーンブラーン、そうそうするとさ体って回ってるじゃん、うん、そのまんまこうやってお辞儀してて、うん、そう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 、うん、で頭だけ固定してこうブラーンブラーンって、そう、それだけでも体回るから、このこの背中ごとこう回していく感じ、うん、うん、そう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 、背中ごと、え、手は、でもよく手ブラーンっていいよ、もうどこに上げるとか考えなくていいから、そう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 、ん、重さを感じながら打って、うん、いいよいいよ、それで全然いい、だけど今のはこう、うん、胸が止まってこう、はい、手だけになってるから、これブランブランだよ、確かにブランブランだけど背中を回しながらブランブラン、背中を回しながら、うん、背中を回しながら、そう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 、え、手は、手いい、ついてくるから勝手にくっついてるでしょ、ここ、ここ、うん、上げると気にしなくていいからとにかく背中だけブランブラン、背中だけ、うん、そうそうそう、それでもスイングなってるから、うん、はい、ちなみに近藤さん
5分ぐらい打ったら1回休憩しますんで。ちょっと OK、 はい、休憩していいよ。そう、すいません、ナイスショットが出たらご褒美で休憩だ。近藤さんは、はい、ゴルフ始めて、まあ、2ヶ月ぐらいじゃないですか。はい、なんか楽しいとか。すごい楽しいです。今楽しいです。はい、休憩したらドライバーちょっと見ちゃう。見ちゃう。ドライバーない。ドライバーあるじゃない、そこに。立派なドライバーあるじゃない、ドライバー。それでも今本当にドライバーの代わりにこれを使ってんのよ、ユーティリティで。これで結構120-130いくから、当たったらね、まあまあ。でも変な話、昔のクラブの方がやっぱりちょっと難しくなってる気がする。今のがすごい簡単だし、飛ぶクラブになってると思いません？いや、思いますよ。ね、本当に全然違うと思います。うんうん、この前ピンのシダを YouTube でやらせてもらった時に、本当全然違うな。うん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 、どんどん年々簡単になってってるとか、打ちやすくなってる。うん、そうよね。だからこれで練習してて、次なんかね、新しいクラブを買った時に、うん、すごく楽飛んでくっていう感覚になると思うから、いい練習。めっちゃ上手いかな、うん、になると思う。まあ、まあ、今当たらなくて当然です。だけどいずれは使わなきゃいけないドライバー、うん、今のこの現状でどんな当たり方をするのかちょっと知ってほしいので、これでこれ年季入ってるドライバーですが、はい、私が打っても当たるのかなって感じ。いやいや、ツルツルやもん。ツルツルやもん。そう。デミさんがね、打ってね。うわ。怖っ。やばい、飛んできそう、クラブが。いやばいやー。すごいな、どこ行ったか分からない。これさ、私いつものティーよりさ、ね、低くですね。そう、低くしてるんだけど。びっくりするわ。わあ、すごい。手が痛い。え？手が痛い。なんで手が痛い？今の時代のクラブの打感と全然違う。なんか金属でカンって当たったような感じだから衝撃がすごい。え、これ打ち方一緒ですか？あ、そうね。これの置いてある。この上に上がってる状態で。あ、そうなんだ。うん、え、打ち方は一緒？一緒一緒。え、めっちゃ長いんですけど。長いよ、ドライバーだもん。そうそうそう、初めまして。本当に初めまして。え、このまま、そのまんま。なんだこれ。普通はそうなのよ。もう一回行こう。え、すごいな。もうちょっと下がって、もうちょっと下がって。あ、それ行き過ぎ。あ、いやいやいや、そうだそうだ。ゆっくりゆっくり。いや、もうやめた。危ない、ね。ごめん。もう初心者はみんなこんなもんなの。ちょね、皆さん安心してください。こういうものなの。すいません。うん、全然謝ることじゃない。怖い。皆さんね、こういうの乗り越えてきてらっしゃる。え、なんであなるんですか。だからえ、なんであそこになるように予防してあそこに置いてあるんで。なるほど。全然大丈夫。なんであそこに当たるの。え、なんで。もう今言っても多分難しいから、後々理解するときに伝えるわ。はい、うん、よかったね、今打ったらこんな感じよっていうのが分かったから。これがちゃんとポコーンって飛んでくようになるまで頑張って練習をして、ね、また見てもらって、はい、どうだってね、やったって言わないとね。はい、はい、そんなアラフィフですが、頑張りましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。ね。お願いします。ありがとうございました。本当さん、ありがとうございました。ありがとうございました。